HD8606 と HD8607 は、大熊座の方向に、約190光年の位置にある2つの G 型、主系列星からなる連星形である。2つの恒星は、約1200天文単位離れて、お互いの周りを回っている。主星が HD8607, 晩星が HD8606 と呼ばれる。HD8606 の周囲を、 太陽系外惑星が好転しているのが発見されている。HD8606B の軌道、ニーフラは2001年に太陽系外惑星 HD8606B を発見した。軌道離心率は0.9336と非常に大きく。2007年6月時点では最も軌道離心率の大きな惑星だった。これは太陽系では波霊彗星に匹敵する。 この軌道離心率は、古材メカニズムの結果であると考えられている。軌道離心率が大きいため、惑星から主星までの距離は0.03天文単位から0.88天文単位まで変動する。炎天では、日射量は地球と同程度であるが、近天では地球の800倍と水星よりもはるかに大きくなる。その結果、気温の年角差も非常に大きくなり、 食の観測から近点付近の6時間には 800K から 1500K にもなることが明らかとなった。1000万年単位のシミュレーションでは HD8606 は周囲1.75天文単位の範囲内にある粒子を一掃し1.9天文単位の位置には8-1共鳴のカークウッドの空撃も形成された。この K には 生物が生存可能な惑星は存在し得ないし、観測によっても、軌道周期1年以下の0.7木星質量以上の惑星は観測されなかった。ありがとうございます。